道は演歌太郎チャンネルです。演歌歌手の氷川きよしさん、昨年よりインスタを始めて話題を呼んでいますが、26日に投稿された七色きーちゃんが話題になっています。そして今月末に氷川さんが載った雑誌も発売されます。その内容をまとめてお伝えしていきます。歌手の氷川きよしさんが26日自身のインスタグラムを更新。28日からスタートするコンサートツアーの告知を行うと同時に、キュートなアフロ姿を含めたカラフルな仕上がりの写真を披露して話題になっています。氷川さんは2020年コンサートツアーが28日火曜日ウエスタ川越からスタートしますとツアーパンフレットからの写真を掲載。ツアーのサブタイトルはそれぞれの花のようにで、アルバム新名曲コレクション10のオリジナル作品から、今私自身が一番伝えたいメッセージから引用したと説明されています。投稿された写真はブルー、ピンク、イエロー、レインボーカラーとカラフルな仕上がり。氷川さんの抜群のスタイルが際立つポーズが美しい一枚や、キュートな表情など計4枚。中にはカラフルなアフロやサングラスを着用し、手にはキャンディーを持ったポップなショットもあり、いつもと異なるイメージがファンを沸かせています。コメント欄にはいろんな素敵なきよしさん大好きです、パンフレットの写真みんな可愛い、カラフルで素敵といった称賛が相次いだほか、コンサートが楽しみ、体調整えてツアーに備えてくださいなど温かい言葉で溢れています。また別の日では、冬は唇がガサガサする、だからリップは多めにつけましょうとアドバイスしながら、車の中で撮影された自身のショットを公開。コメント通りに唇にはリップクリームがしっかりと塗られており、美しい輝きを放っています。少し口を尖らせたような仕草も唇の美しさを際立たせていて、非常にセクシーな一枚となっています。そんな氷川さんの投稿には、キーちゃんのプルプルに近づきたい、いつもプルプルで艶やかな唇で羨ましいよ、ツヤツヤですね、トゥルトゥル唇、ブルールリップ、プルプルですねといったコメントが集まっており、ファンもその麗しい唇に釘付けの様子です。何のリップか教えてほしいなとの声も見られますが、乾燥が気になるこの季節、ぜひともご使用リップを紹介してほしいところですね。その美しさと言動から目が離せない氷川さんが、自身の変化の理由、これまで抱えてきた思いを4ページのロングインタビューで、1月28日発売の雑誌「婦人公論」でも語られているそうです。加えてカラーグラビア3ページも掲載されているそうです。ファンは嬉
見逃せませんね。いかがでしたでしょうか。いろいろな氷川さんが見れて嬉しい、雑誌も楽しみと感じましたら、高評価、グッド評価で応援してください。ご協力よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。